150キロ出てたっつったよね。そう、それで危なすぎてちょっと抑えたっていう。もうちょっと広げてあげて、もうちょっと形状を変えてあげると、これ絶対負けるよね。なんだあんな無理だって、取りに行ったの、バカだねとか言われて。捨てちゃえよ。散々。またスタートして、はい、リメイクさんから見て、まあ、当たり前賞っていうのはあのね、考え方が普通じゃない、おかしい。いやだけどそのおかしいんだけれども、そういうやり方があったかとか、例えばねアドレス V100 だったら、うん、アドレス V100 の部品検索して買いますでしょ、うんうん、確かに、うん、そう、師匠違うんですよ。これよりさ、これ V100 のこれよりもこっちの方がいいよね。ヤマハの部品とか平気で使いますからね。V100 はどれぐらい乗ってるんですか？ V100 はね、あの2004年ぐらいからですよね。なんで V100 にしたんですか？あの頃まだ V100 がいっぱいあったんですか？やっぱり V100 がいいだろうっていう感じでしたよね。グランドアクシスもあるんですけど、なぜか V100買ったんですね。昨日会った人でツーストラブって言ってたから、うん、めちゃくちゃいじってる。やっぱその彼マフラーはもう純正に見えるけど、ここで切って加工してつけたんです、うん、2人と同じような匂いがする。そう若い。ただその子がツーストラブなんですっていうのは、やっぱそういうとこ、あれもツースト好き。ツーストは自分で手軽にいじってます、ね、あ夢があるもん。夢がある。ツーストは夢がある。夢がある。夢がある。うん。だってポストってやっぱ金かけてなんぼの部分があるから、うん、それ考えるとツーストは加工してこれでパワー出たっていうのが楽しいですもんね。部品本付けでつけてパワー出たっていうのももちろん楽しいけれども、自分で加工してパワー出たらもっと楽しいですから、うん、それができるのがツーストじゃないですか。昨日の110の人は100の部品入れてるっていう人が言ってましたよ。150キロ出てたっつったよね。そう、それで危なすぎてちょっと抑えたって言ってたね。そんなに出る。で出足も悪くないって言ってたね。そう、今は130キロぐらい、110キロぐらいですね、うん、120、30。じゃあ負けないマシン使わない。めちゃくちゃ速くですよ。でタイヤも太いからね、うん、したら ストリートマジックっていうバイク。ああ、ストマジック、うん、それって、はい、多分110のエンジンって一緒ですね。それのなんか本付けしてるんですよね。うーん、飛ぶわだよね、太いタイヤ。ドクタープーリー使ってるんですって。あ、そうそう、ドクタープーリーディープ。で面白いのが、強化軽量をその人は入れるタイプの人だったんですよ、うんうん、強化スプリングは必要、必要って言ってたんですよね、うん、だそれが、あ、面白いなと思って。駆動ってね、本当に両極端なんですよ、うん、で僕はどっちかっていうと耐久性的なところだったりとか、その辺をちょっと重視しちゃうから、そういうところ削ってって、で柔らかくして距離走った時にね、差が出ちゃうんですよ、うん、なるほど、うん。だから例えば120キロ出ました、130キロ出ましたって言っても、強化した駆動でその速度を出すのと、うん、強化してないで出すのだと、もう熱量が全然違うんですよ、うん、どう熱を減らすかとか、どう抵抗を減らすか、その考え方って、僕がね22、3の時にミニ四駆ハマった時期があったんですよ。モーターなんかも速いモーターをつけたりとか、部品なんかもすごいいいものをつけて武装するわけですよ。でよくお店とかのレースで中学生の子供に、おじさん、あのね、お金使っても頭使わないと速くなんないよ、子供に言われて言われちゃったんですよ。知ってるよって、うん、言われちゃったんですよ。でだって僕パワーのあるモーターを使って、うん、でもう一人の子供ってトルクチューンとか、まあ入門のモーターですよね、うん、もう完膚なきに勝ち切られましたからね。だからそこからですね、やっぱりいじりって考えなきゃいけないんだね、うん、昨日の人も一番これだってセッティングを出すまでに5年かかったって言ってた。あ、やっぱかかりますよ、やっぱりすごいデータ取ってって言ってたもんね、うん、言ってた。データ取るんでも数字で出ないとデータじゃないじゃないですか、まあね、すごいよね、ほんとそこまでこう突き詰めていけるっていうのは。いやいや、でも楽しいと思うよ。ジャイロ買ったじゃない、うん、で初めて昨日、おとといになるから駆動を開けたんですよ。
開けるのがまあタイヤ外してっていうのぐらいしか知らなかったから、うん、タイヤ外してでどのビス外すんだみたいないっぱいあるからビスが、うん、やるでしょ写真撮っといて、うん、ビスの長さ微妙に違うからまず順番に並べて一応写真撮っていたのが役に立ちましたね。一昨日それ大事、ね、俺ポイ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 なんかそれやるとねそれでないないってあれ一本余った首だったけどとかなったらねまたバラシだからよくあの発泡スチロールとかに、うん、いや抜いたらブチブツ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 って大体の位置が分かるからそうね、うん、やったりとかねそういうの大切ね、うん、まずメンテナンスする上でね、うんうんうん、やっぱりその時同時に重さ変えちゃうと分かんないじゃないですか、うん、効果がねそれ一つ、うん、あのたまになんですけど、うん、アドバンテージワックスであんなに変わるって言ってたのに、うん、変わらない返金してくださいと、うん、いろいろ詳しく聞いたんですよ、うん、そしたら、うん、それがセンタークラッチスプリングをデイトナの何パーセント強化入れて軽量入れて、はいはいね、もう完全に変えちゃってるんですよついでだからねやりたくなっちゃうからね、うん、なんか基本がないとやっぱダメ、ね、そうそうそうだからそれ で、うん、だからどうもそれで使っちゃったっていうから、うん、すいませんもう一度あの元の駆動に戻していただいて、うん、フィーリングがね、うん、分かってた状態そう、うん、そしたらなんか相手の方納得されてましたけどねそういうのでも売るの大変ねでもそういうのはあるからねまあでもやっぱり開けたらやっぱ部品変えたくなっちゃいますもんねまあ大体重くする傾向でだから全くワックス塗ってない状態からそれだワックスだけ塗ると絶対あのエンジン回転が上がりやすくなりますもんね、うんうん、軽くなる感じですね、そうですね、うん、そういう感じ駆動がたにってるような感じの時にはすごくワックス効果ありますもんね、うんベルトの長さを短くするとか、うんうん、短くすると後ろが食い込んでくるんでどうしてもハイギア気味になるんですよね、うん、まあ、 あのケイノさんとか、うん、あの辺はロングベルトだったりとか、うん、なんかそういう設定があったりする車種もあるんでベルトだけでもねかなりフィーリングも変わりますよねベルト下寄りにするとか上振りにするとかスカスカなエンジンに乗ってると細いベルトがちょっと変わるだけでもう前の調子がつかめなくなっちゃうんですよ一応自分はねあのベルトのその幅は一応ボスでその幅太くなればボスをちょっと長くするそういう風にしてますね入れればいるほど、まあ、加速寄りになって最高速は落ちちゃいますけどね芯も入れればねボスがねただいじってるピーキーなエンジンだとはっきりそういうの極端に出てくるのかなでホーストみたいなフラットトルクのやつはあんまり変わんないんだと思うんですよですからコード削ったりしてスカスカ気味になって上しかないような時にはそういうのがすごく影響でちょっと気圧が変わったとかちょっと長い距離でねあの、うんうん、峠なんかに途端にパワーバンドが使えなくなってダメになっちゃうからあのポートの削り方っていうのがねやっぱ大切ですよ総合的にはね V100 なんかは逆にあれもともとポートがすごいちっちゃいじゃないですか、うん、こんなちっちゃいポートでよくここまでパワー出るなっていうような、うん、でももうちょっと広げてあげて、うん、もうちょっと形状を変えてあげるとこれ絶対分けるよねっていう、うん、トルクを厚くしてあげるっていう、うん、そういう感じのこう街乗りに特化したようなポート、うん、でカリカリいじってないですから、うん、であとキャブなんかも、まあ、最近、まあ、チューニングなんかで主流な PWK とか、うん、そういうでかいキャブを入れるんですけどそれをあえて今入ってるキャブよりもちょっと大きいキャブ、うん、でエアクリーナーにダクトインできるもの、うん、でエアクリーナーをつけてあげると、うん、吸う時に抵抗になりますよね、うん、でその抵抗っていうのが春夏秋冬、うん、走らせるのにあたって、うん、抵抗があることであのズレが少なくなるんですよ、うん、流速を上げてあげて気圧の変化にも、ね、うん、強くなりますそうなんです、うん、そうするとそれとキャブのちょっと大きくなったっていう、うん、空気の流入量も上がるし、あとエンジンの方もあの排気の出し戻しがスムーズになってくると、まあ、明らかにパワー出るんですよ。でもいじり好きの人はキャブ好きな人がいるからああそうだね、まあ、でもキャブじゃないとセッティング出ないよみたいなね、うんうん、あるからやっぱ安定したエンジン安定したパワー、そこで初めてあの駆動ができる、うんうんうん、それで、ね、今日はちょっと天気がこうだから、うん、キャブが薄いだの濃いだのって言ってもエンジン自体が調子が悪いのか駆動が調子違うのか分かんなくなっちゃうんですよね、うんうん、それ基本ですからね街乗り乗っててツーリングでねよく壊れちゃうんですピストンに穴開いちゃうピストンの真ん中にピストン穴開く
うん、ツーリング中ですよ。でそれを予測してもうピストンを予備に2個ぐらい積んどくんですけど、うん、でパークリも2本ぐらい積んどくんですよ。パークリないとピストンに穴が開くと。え、ツーリングって結構ロングも行ったりするんですか？ツーリングはもう青森行っちゃうから。え、徳島とか四国とか日帰りじゃないです、一泊するけど。え、V100 でですか？ V100 で、はい、東京から、はいはい、青森 V100 で、うん、あとね、四国も四国あの島並海道と四国の日本海とかね。え、それってだあの誰か、いや、そんなね、強行軍だから自分一人で行くしかないんです。一人じゃないとあのハイペースで行けないから休みも短いじゃないですか。そのいじってるエンジンで行くと、そのトラブルでもう何回もピストンに穴開いたし、いろいろなトラブルありましたね。オイルシールが抜けちゃったとか。一番あの遠いところはね、あの秋田の男鹿半島で、そのトルクカムのあれがね、割れパーって割れちゃったんです、うん、で新幹線で帰ってきてからまた車で取りに行ってなんだあんな無理やく取りに行ったのバカだねとか言われて、捨てちゃえよ散々2万4000円で買ってゴミなんだからって、ね、ゴミ捨てちゃえよ、以上経費かかるじゃないかって。あと新幹線で確かね1万8000円ぐらいかかってやっぱいじってると愛着湧くからその個体がねもう大事なんですよね、うん、何もいじってなかったらもう捨ててきちゃいますよね。でもかなりこれあれだよねそこに至るまでって結構実はいろいろ経験しないとできないじゃないですか。トラブルって一番多いのはやっぱり抱きつきですね。やっぱりやけつきの前、ね、V100 なんかだとやっぱり1万をオーバーして回していくと抱きついちゃいますよね。1万回るんだな、やっぱな。ちょっとポート削るとウエートローラー、まあ、多少回復して回るようになっちゃうんですよ。でも抱きついてもね、またエンジン冷えれば再始動するから、うん、あの V100 の分3個に分岐して入ってたあのオイルが外れちゃってて、うん、あ、走りながらガラガラ言ってるな、なんかあって福島県に入ったあたりで、うん、それでまあ止めてみたらオイルが外れてたから、でももうオイルさしても手遅れでガラガラもうなっちゃって、ベアリングが、じゃあヤマハなんかはね、あの中の混合機だけでベアリングに向くように穴が中に開いてるんですよ、うん、それがないんですから、V100 は左右に分かれているところへ入れないとダメなんですよ、絶対に、うん、でね、大丈夫だよ、だ少しは大丈夫ですよ、うん、大丈夫だよとかやってると絶対そのうちダメになりますから、うん、そうするとケース割らないと交換できないものですから、うん、ベアリング自体はモノタロウとかでもね、うん、安く買えますけど、うん、そうなんないようにやっぱりオイルはある程度いいもの入れたり、うん、量も大切じゃないですか。分離だとどのくらい使ってるかなっていうのは、あの例えばツーリングロングなんかやった時にはな、あ、全部で50リッター使ってて、ちょうど1リッター減れば50対1に分離でもなってるなって分かるから、だいたい今ね、あの V100 でやると40対1ぐらいになってます、その分離で。ちょうど今でもちょいちょいツーリング行くんですか？行きますよ。聞いてくれます？なんだっけ、アクシス Z だっけ。あ、今はね、そう、それをね買っちゃってからね、V100 でね行かなくなっちゃったんですよ。アクシス Z、 その珍道中的なね、それがねみんな楽しみしてたんだけど、アクシス Z になっちゃってからトラブルないじゃないですか。つまんないんですよ必ずこれは持って行ってたぞっていう道具7つ道具みたいな。だからピストンが交換できる、うん、もの普通じゃねえもん最低のフォーク普通の人が、あ、ちょっとツーリング行こうかなってなった時に何持ってったら一番いいですか？普通の、だって普通のチューニングしてなければピストンに穴開かないです。開かない、ね、普通にガス欠の軽交換ぐらいでしょうね。軽交換、うん、1リッター入るやつあるかもしれないですね。軽交換があれば大丈夫ですかね、これがあれば。そういう感じのやつ。あとはこれ、まあ、でもピストンは持ってかないそれは持ってかねえから。あとは心配のパンクですけど、パンク最近もうしないですね、タイヤね、パンクってね。だからあまりパンクは恐れなくていいですよね、パンク。あ、ツーストオイルか。あ、ツーストオイル、それがね、あの農機具使ってるような田舎の方はガソリンスタンドに置いてあることもあるんだけど、ないですって言われることもある。これはそう、セルフできないからね。そう、あ、そう、友人スタンドじゃない、友人じゃないから。でもガソリンは一応もツーリングの時には持ってとかいいですね、うん、ちょっとお守りでね、使っても使わなくてもね、スクーター特にありえますよね。あと林道なんか行ったらね、あとベルトですね。ベルト持ってく、はい、ベルトは切れるんですよそうすると結構工具が増えてくる。あとウエートローラーも途中で変えたくなったら変えられるような用意はした方がいいです。変えられる
ツーリングって言っても使徒してるわけだから、プロユースだね。いいんだそれで。でも、もう俺らレベルっていうかさ、この人たちはそれだよね。ミレートローラーはツーリング中に変える。僕ピスト持ってかないですからね。ベルト切ったことがないっていうのはラッキーですよね。まだあまり距離乗ってない人なのかなって。まあ新しいのにしてツーリング行けばまあ大丈夫ですよね。あ、でそれベルトが切れるって予兆ってないっすよ。あります。それが分かるだけで、なんかヌルヌルするのよくなな変な感じが。例えば50キロぐらいで走ってて、うん、あれなんか変になってきたっていつもなります。もうそれ割に近くないです。そう、それでダメになりますよ。変な早いですよね。そっから早いです。バーッと本当にスピード出てる時はその予兆も分かんないです。前回からてんとね、分かんないです、うん、絡みついてロックしちゃう時とかもあるから。それがいきなり切れる感じですか。いきなり切れます。いきなり切れます。切れた後コロ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 ってあのアウターが回り続けてませんでした。いやそれは分かんないですか。最初少しおかしかったです。うん、なんかあれヨロニヨロって。そうそうそう。パチンって音がして、それからもう5キロも走れないでしょ。いやもう5キロも走れないですね。それは完全あれですね、ベルトの劣化ですね、うん、そう、うん、だからやっぱり、うん、目で見ればあこれもうそろそろダメだなっていうのが、うん、なんとなく分かりますからね、うん、あベルトはいつ交換したんだよ、何キロ乗ってるよって分かってる状態がいいですね、やっぱりね。ちなみに純正のベルトで、はいはいはい、どのぐらいから黄色信号。普通に純正だったら多分2万キロとかベルト自体は大丈夫ですよね。確かにそのぐらいで切れた、うん、気持ち悪いから、まあ、1万キロぐらいでは、うん、よく1万キロって言いますね、うん、1万キロに対してベルト1本だったらコストパフォーマンスいいじゃないですか、うん、まあ、確かに途中で切れるよね、うん、ベルトをさっきイメージしたんですけど、長いのと短いの、はいはい、長いと長いとローギアになります。ローギアと長いと長いと長いとどうなんだろう、うん、あのもし太さがイコールとして、太さがイコールとして長いと、うん、長いと、うん、あのプーリーの前にこう張り込みますよね。下に行きやすい、行きやすいですね、はいはい、であとあここ長いとこう余っちゃうな、余っちゃうんじゃない今日になるとしますよね、うんうん、で短いとこれ中に食い込んでくるわけですよ、うん、そうするとこれベルトが内側に曲がる、これで見分けた方がいいですね。あの最適なのは、あでも横綱いいかもしれない、横綱の方がいいかもしれない。